手術室黒い縁の顔写真公衆便所の落書き殺人現場の人が多発戦無欲の演説昆虫図鑑の拡大図ワイドショーの芸能ニュース三流雑誌のゴシップ記事誘拐犯の脅迫状あふれ人のポスター眠れぬより夢を見る今表余す私のの動物学者すがるなまりの霊媒師秋のしっくりこのふくらはぎ包帯でくるんだ頭蓋骨ホルマリン漬けのゴン足のカエル髪の焼ける音と匂い四十人格の赤ん坊色のようなすがみがい眠れぬより夢を見る暇表木村三郎のステージいよいよ佳境に入ってまいりました。
それではこの辺でバリバリのリズム&ブルースナンバーを聴いてください。
ですか。ありがとうございます。普段言われて慣れてないから、そういうのね、気分が高揚するな。いいですよね、それで、うん、ね、このあれだけですわ、ケンケンさんとの対マンの時だけですわ、かっこいいって言ってもらえるの。だからいつも毎回楽しみに来ています。今日もだってね、完全アウェーな感じで覚悟してきたんですけど、見たことない人2人だけでしたもんね。まあ、今日はだからもうあれですよ、その見たことない2人の方がちゃんと最後まで残ってくれるかどうかっていう、それだけをもう、はい、自分のあれにしてもらって、チューニングが狂ってるかどうかも分かんない、立ってます、立ってます、はい、何でしょう、何やったらハートをつかめるんだろうか。カバーやろうか、指定曲とかやりましょうか。今日だからあれですよ、50代前半の回です。多分ね。ケンさんって僕と一緒の年でしたか。同じでしたか。そうですね。そうですよ。コウさんはちょっと一つ学年は上なんですよね。ですよね。はい。もうすぐ一つ上になるんですよね。だから52歳から53歳までの回ですわ、今日は。デニムさんも一緒ですもんね。お客さんに振ってもどうしようもないんですけどね。この辺は振らないようにします。心に訴えかけるようなカバーをしよう。なんかちょっとずるいけど自分の曲で勝負しようってね。
ことにはできないのだよ。暑い中を皆さんお越しいただいたので夏の歌やります。ちょっと長いですけどね、あの途中であの注文とかしてもらって大丈夫ですから、トイレとかも行ってもらって大丈夫ですから、はい、長いやつで夏の歌やります。
っこやってんの。僕も仲間に入れてよ。いいよ。歪んだ夏休み、息の詰まるような競争の毎日。楓の葉が揺れてる僕の将来みたいに、大人になんかなりたくないけど子供はつまらない。チャッピー、チャピー、どこ行っちゃったんだよ、チャピー、チャピー、どこ行っちゃったんだよ。友木たちがいない僕の唯一の話し相手はチャピーだけだった。小さな水槽の中の小さな友達は、小さな頃に小さな縁日で買った小さなミドリガメだった。小さなミドリガメのラッシーは、チャッピーは大きくなったら大きなミドリガメになると思っていたが、小さなミドリガメのチャッピーは大きくなったら大きなミシシッピ赤ミミガメというガメになっていた。小さな水槽に入りきれなくなった小さなミドリガメだった大きなミシシッピ赤ミガメのチャッピーは、部屋の中を這い回るようになったので勉強の邪魔になると怒ったママは、小さな緑髪だった大きな赤ミシシッピ赤髪髪のチャッピーを近所の河原に連れて行って捨ててしまった。
探しても探してもどこにもいない。塾をサボって僕は砂場でラーメンをすするふりをする。リキーストールって知ってる？え、知らないのか、子供だな。明日のジョーに出てくるさ、ジョーのライバルのボクサーなんだよね。二人が出会ったのはさ、特等少年刑務所ってすごいとこなんだよね。ジョーとあいつも張り合ってばっかりなんだけど、心の中にはさ、すごく分かり合ってんの。そしてジョーがさ、その少年刑務所を脱走しようとして豚の大群引き連れてさ、暴動を起こした時にさ、2巻の123ページで豚かわすの。暴動を起こして豚にまたがってそうやって走るジョーの目の前にずっと力士が現れてさ、で豚かわすのでさ、暴れる豚を片方からドーンズバーンズドーンってやっつけちゃうんだよね。ねえねえ、知ってる？一頭の豚は一発で KO できるパンチの重さのことを一頭って言うんだよ。僕さ、ラーメン屋さんでチャーシュー眺めてるときに思ったの。この豚は力士がやっつけた豚かもしれないって。いや、力士は漫画の登場人物なんだけどさ、どっかに本当に力士みたいなすごいやつがいて、この豚と戦ったのかもしれないと思ったの。そしたらさ、チャーシューににじんだ油の中にそのすごいアンチクショの顔が浮かんで消えたんだよね。僕もさ、いつかその力士みたいなすごいやつと絶対の絶対出会うと思うんだよね。そして上等力士みたいにいつも張り合うんだけど、心の中じゃすごく分かり合うの。今は会ったことないけどさ、ゲームなんかしたことないけどさ、一緒に学校行ったり遊んだり挨拶もしたことないけどさ、僕の心の中にはそのすごいアンチクショーが手を振っててさ、いつだって負けてたまるかって思うんだよね。あ、いけない、もうこんな時間だ。電気屋さん行ってバカを見なきゃ。え、チャンピオンラーメンおかわり？まあいいよ、ちょっとだけ時間あるから。じゃあチャンピオンラーメンおかわりね。でも本当に食べちゃダメだよ、泥だから。はい、じゃあ一番チャラーおかわり。一つだけ僕の夏休みに思い出ができた。それは公園の隅っこの砂場の雨や。サボった僕は叱られるけど別に構わない。泥だらけのまま家に帰って笑ってやるんだ。夕日が沈む頃砂はもう乾いてた。暗くなった公園から僕らは駆け出した。初めての方はね、あれです。
チャンピオンラーメン、これシリーズになってまして、全7話です。今日やったのは5です。すいません、途中からで。だから、あれ、子供の話じゃないんですよ。元ボクサーだったラーメン屋さんのお話でね。普段はそのラーメン屋さんの大将が出てくるんですけど、今日はその少年時代のお話をやりました。初めての人いるのにね、申し訳ないけど。はい。まあ、あれですよ。まあ、ちょっと言っときますとね、今日、その亀がね、ミシシッタカミミガメの母さんがね、その河原に、まあ、捨てちゃって、どこに行ったかわからなくなってしまったけど、亀って長生きなんですよね。で、まあ、それが、その亀がどうなかったかっていうことは、パート1でわかるようになってるんですけどね。まあ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 、またお越しくださいませ。あ、そうか、オフマイクで喋ると聞こえてないんです。まあいいや。いいです、いいです。はい、はい、じゃあもうあとはシリアル。シリアルじゃないわ。シリアス。ね、コンフレークじゃない。夏ですので、お盆も終わります。今年はね、大文字がなくって、だからどっかの人がね、勝手につけちゃったとかって、なんか怒れる。まあ、どうなんですかね、勝手につけたらいかんのか。いかんのだな。うん、多分いかんのだ。うん、まあ山だし、あ、でもや、ちょっと気持ちが 5割5割ですね。つけたい、つけるのも自由じゃないかと思う部分もあるけど、あれ私有地なんですよね。私有地、でかい、一応開放してくれてるから誰でも登っていいけど、一応私有地なんで、で、まあ、その保存会の人、なんか、気持ちもわかるし。というのは、あれですもんね、その、米を送るとかなんとかっていうのは、それまでずっとその保存会の人が一生懸命積み重ね、薪の用意したりとか、毎年毎年やったら雨降るんじゃないかとか、とかそういう積み重ねの気持ちがあっての、まあ、大文字のその当日なので、だからそれを思うと、そんな遊びでやってもらっちゃ困るわさっていうのもわかるんではないか。けど、まあ、ちょっと遊び半分でもやっていいじゃないかという気持ちもわからんではない、結論の出ない話をここでやってしまってどうしようかなって思ってるんですけども、まあまあまあね、まあいろんなあれがあっていいです、いいわけですよ。いろんなそのね、個人との付き合いがありますから、送り方もいろいろでしょ、人それぞれね、もうすごい厳格で真面目な人を送りたかったらおいおいってなるのかもしれないですけど、いや、こういう冗談好きな人だったしなとかって言ったらそれでいいのかもしれないしね。でそういうあれで、まあちょっと夏の終わりですので、送る歌やります。いや、送られる歌か。うん、どっちでもいいです。列空間
止めて目を閉じてまた会う日までしばらく居眠り藁色のトンネルくぐって思い出の歌風に漂う赤いリボン胸に手を乗せて耳を澄ませば届けてゆく音静けさの中に浮かんでさまよいながらどこまでも黄昏の光や野星にたどり着くまで
終わりです。今日の素晴らしい共演者、もう何度も何度も何度も共演しておりますが、飽きんわ。何回共演しても飽きない。以上の講座におきなりぞ。そして何回やっても飽きひんわ。もう毎月に近い、あ、毎月ってことはないですけど、ケンケンカスタムさんもやってるし、青森ケンジさんもやってるしね、うん、でいつも一緒にやったら客いいって言ってくれるし、お客さんがね、いやもう気分を良くしていつもやらせてもらってます。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。あ、ケンケンカスタムさんのオーディナーショー。まあ、そんな感じでやってますんで、名前見かけたらまたよろしくお願いします。そして最後にシルバーウィングス12周年おめでとうございます。まあこれがね、あの20周年、30周年、40周年、そしてもう我々がね、ジュンさんも僕も死んだ後にもまた後に誰かがやったりとかしてね、100周年とかね、200周年とか、そんな風になって、最後は、なんかあの世界遺産とかになってもらえたらいいと思います。どうもありがとう、木村三郎でした。ミラーボールが回る夕日を置いてけぼりにして、雲とかけっこしてる人混みの道路でも、誰もいない空き地でも、今宵あなたと踊る光と闇残るか、熱い氷の魔法の中から聞こえるリズムはギター、高架の上を最終列車が響き立てて走り抜けてく、祭り夜でも、乾きの朝に震えても、あなたと踊る光と闇のポルカ、横丁の炭焼け戸の上から流れるアコーディオン、鳥バケツのあたり黒いカカカと鳴いて羽を広げてる、温かい手拍子ありがとうございます。でもこれから大変なんで、もう休んでてください。手拍子、あ、続けたい人はどうぞ、でも後悔するよ。それでは最後にバンドのメンバーを紹介します。キムルブロザーズの長男、ハンド楽器はギター、紹介しましょう。オンギター、木村一郎さん。
サンクー。お割と上手だった今日は。そしてオンベース木村次郎さん。
てお帰りください。もうよくほけてまいりましたので、ミュージックスタート。もう自分かと思って、わかりました。もうあの指紋が減りますから大丈夫です。やっていいですか。短いになりましょう。何がいいですか。何がいいですか。知らんわね、そんなね。兄貴。本菓子。できるかそんなこと。20分かかるわ。何しろ。いや、だから考えてなかった。そう、どうしようか。何するかね。皆さん、終電とか大丈夫なんですか。体力的にも大丈夫なんですか。本当に正直に言って。大丈夫なの。本当に大丈夫なの。本当に大丈夫ですか。あの、お腹い、あの、あれですよ、あの、まあ、中国のマナーみたいなもんで、もう残すまで出して、それで、みたいな、そういう、あの、そういう、本当に忖度なしであれします。マジか、マジか、そうか、お知りませんよ。いいのね。人とか家帰ったら門限があるとか、そういう人はもう気にせず帰ってください。あと気分が悪くなった方、気づかずにもうここまで聞いてもらったら十分なんで、でもやりますよ。もうこっちも忖度しないからね。お客さんになんかこれやっちゃ悪いかなとかそういうのなしにいきますよ。やりたいことありますわ。騒がしい部屋の鍵を返し、最後の食事に行こう。赤い看板が見える、マイカラーメンで、
日本タイトルに挑戦が決まってもう乗り乗ってる時だったよね。相手の名前はさ、タートル神山。私カメって聞いたんだけど逆上しちゃうからさ、ガセンもよりはね。そしたら集中しすぎちゃって準備でシャドウやってる時に思いっきり髪を乗せた。私生まれつきハードポンチだからさ、折れるよね。痛い痛いと乗ってたら会長慌ててすっ飛んできて私の手に来て叫ぶわけ。鏡か10万円の鏡か。折れた顔して思いっきり殴ってったよね。これがなけりゃ世界チャンピオンになれる器だって自分では思ってたんだけどね。幸せのハチ公の前の広場に女の姿はなかった。俺には惚れた女がいて、女はボスの女で、ボスの女はボスが死んだら兄貴の女になっていた。ボスの女はボスが死んだら俺の女になると言ってたら、ボスが死んだ兄貴がボスになったら、ボスの女は俺の女にならず新しいボスの女に。腰の強い面ができるよね。私生まれつきハードパンチャーだからさ。
日本一、いや東洋一、いや世界一の麺ができるよね。そしたらさ、私のパンチは世界一ってことになるじゃない。私生まれつきボクサーだからさ、いつだってリングの上なんだよね。道歩いてても布団の上でもどこまでもどこまでもリングは無限に続いちゃってるんだよね。降りられないんだよね、負けられないんだよね、やめられないんだよね。私のこの耳の中でさ、いつだってあの歓声と魂のゴングが鳴りっぱなしなんだよね。はい、出したいない。お客さん何人、大谷さんごめんね、相席で見るからなんて嘘そう。今お客さんこの人だけだから、スケートくそってね。何にします、チャンピオンラーメンね。はい、3番チャーラー。2つの手錠かけられて、赤いパトカーの光を終わりにしよう。10年ほどの間、街を寂しくなるが、きっと戻ってくる。 Hey チャンピオン、ラーメンうまかった。気をつけてお帰りください。